皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2021年2月28日日曜日、今日の諏訪の言葉は、最後は笑い顔で会話を終えると全て大丈夫。最後は笑い顔で会話を終えると全て大丈夫。そして今日の BGM は生命の和の音432Hz 数波調和シンフォニー。この中から2月自我は命をお送りしています。1月から12月まで格付けをテーマに作曲しました。我々生命体にとって432Hz という周波数はとても心地よいものと言われております。実際このアルバムが高級乳酸菌物質バイオジェリクスの育成に24時間その倉庫で流されています。非常に安定した乳酸菌が生まれているそうです。我々人間も同じ生命体、ぜひ皆さんも手に取ってですね、この周波数を感じ取ってみていただければと思います。そして現在コロナが世界中を飛び込んでおりますが、共存共栄という形でコロナウイルスがいい形になればと思っております。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。